今日4時からの水曜ベーライン、新パートナーはこの方です。林家玉平です。落語家としても活躍していますが、あのドラマでもおなじみ、ノーサイドゲームにも出てました。そしてまさかの年下、25歳です。大丈夫かな。今日4時からは岡田ロビン翔子と林家玉平のザ・ベイライン、聞いてね。さあ、そしてこの後ですよ、4時からザ・ベイラインとなりますが、岡田ロビン翔子ちゃん、そして今回から DJ を務めます林家玉平さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日からこの2人でございます。そうで、はい、お互い20代なんですよね、はい、そうなんですよ。玉平さんが25です。わお。私が27ということで、はい、2人合わせて52歳。あ、頑張ります。よかった、私まだ大丈夫だったいや、そうですよ、春原さん2人合わせて追いつかれたらどうしようかなと思ってまだ大丈夫でした。そうですよね、フレッシュですね、はい、なんか新鮮な感じがします。だってロビンちゃん今までと全然違くなるね。私の年下キャラ取られたと思って。そっか、本当に。宣伝見たらおじさんキラーって書いてありました。そうそう、あれ誰が書いたんですか、やめてください確かにおじさんキラーではあるよ。いや、私それつぶやいたらリスナーさんにロビンちゃんにキラーされたことないって書いて勝手に落ち込むっていう事件があったんですけど大丈夫ですか。私の周りはみんなキラーされてますから。おじさんキラーしてますんでね。本当かな。キラーされちゃったら玉平さんもおじさんの仲間入りってことですからそうですね、なるべくそこは避けて頑張っていただきたいと思います。フレッシュにやっていきたいと思います、ね、そうですよね。内容はどうするの？今日はね、玉平さん初回ということで、はい、教えて玉平という、はいはいはい、タイトルで、玉平さんに聞いてみたいこと、うん、例えば落語のこととか、そうですよね、ラグビーのことだったり、うん、プライベートで聞きたいこと何でも OK です。皆さんね、メッセージ送っていただきたいなと思います、はい、メッセージはこちらまで。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。はい、しまちゃんもいますので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。しまちゃんはキラーされちゃう方引き続きしまちゃんもお楽しみください、はい、じゃあ今日は若手コンビということで、この後よろしくお願いいたします、うん、お願いします。よろしくお願いします。この後はザ・ベイライン岡田ロビン翔子ちゃん、そして林家玉平さんの新コンビでお楽しみください。そしてここまでのお相手は春原由紀でした。私とはまた来週の午後1時にお会いしましょう。元気に会おうね。さあ、時刻は4時を回りました。岡田ロビン翔子と林家玉平のザ・ベイライン始まりましたよ。よろしくお願いします。玉平さん、いやついにね、はい、この若手コンビって言っていいんですか。もうそれは2人合わせて52ですから。52ですからね、はい、25歳、27歳。そうです、そうです。でも25歳にしてはこうフレッシュ感あんまないですよね失礼な。いやいや、あんまり落語家ですから。あ、そうか、落ち着いてるってよく言われる、ね、なんかこうどっしりしてるなっていう印象が、はい、まあ貫禄があると表現していただくとありがたい。でももしかしたら今日初めてね、はい、知る方もいるかもしれないので、そうですね、ちょっと簡単に自己紹介してもらってもいいですか。はい、かしこまりました私、林家玉平、落語家です。父は林家正蔵、それから、うん、叔父は笑点でおなじみの林家三平、最近だとドラマノーサイドゲーム、はいはい、日曜劇場ですね、それで笹はじめ役を演じました。見てました。またまた夜中の番組でダブルベッドという、ね、女性と二人暮らしをする番組に出てました。つい最近までですよね。本当先週でしたかね。いや、私も見てましたけど、はい、すごいですね、東京の、ね、夜景がこう見れる素敵なお部屋で、はい、女性と二人で、あれ1週間ですか。1週間本当に住みましたよ。いや、もう私的にはもう 見ててね、ええ、まあ、ちょっとまだね、これ見てない方もいるかもしれないので、ちょっとネタバレならない程度に言うと、はい、見て終わった後にツイッターでダブルベッドで間開けてヘアゴムって検索したんですけど、ええ、そのシーンが好きでしたヘアゴム取って、分かんない人はちょっとね、一応分かる人にはヘアゴム取ってっていうシーンですよね。そうそうそう、ピンとくる。ヘアゴム取ってって言われた時に、もっと言っちゃいなよって思いながら見てました私は。そこはまあやっぱ紳士的にいかないと
怒られそうなんで。いやーすごいですね。いやまあそうですね、もういろいろ頑張りましたあれって自分で見ててすげえ恥ずかしいの、あの番組。そうですよね、だって本当に姿勢パジャマ着ながらその家で過ごしてるのが流れてるんですもんね。だから俺それ見て思い出したのが、もう俺もあの最終日の夜、はいはい、自分で見てて思ったのが、うん、ベロベロに酔っぱってましたねそうベロベロ本当に飲んだんだろうなっていう。俺なんかしたっけ、えしてないよね大丈夫だよねと思いながら、いやそういうとこも含めてね、はい、面白いなと思ってましたけど。そうなんです。いやどうですか、先週まではね、あの山田浩一さんがその席に座ってましたけど、はい、今日から新しくということで、あのレジェンドの山寺さんの、バズーカ山寺さんの席に座らせていただくということで、うん、やっぱりね前任者の山寺さんのね恥じぬよしっかりと盛り上げていきたいと思いますが、うん、やはりねでも一人だと心細いので、はい、そこでこそ年上のロビン姉さんが、いやもう本当に働いてくださると、本当にもう私のポジション取らないでと思ってロビン姉ってこれから呼びますね。だからやめてもう本当にやだ、やりづらい。おじさんキラーの、岡田おじさんキラー翔子ツイッターでねつぶやいてる人いましたね。そうなのかと思って。ミドルネームですからね。いやでも私たち唯一の共通点は、あの普段おじさんに囲まれて生活しているっていうとこだけなので。あ確かに境遇似てますね。そうそうそう、まあこれからねちょっとどんな水曜日のベイラになるのか、はい、皆さんちょっとリスナーの皆さんがこう育てていただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで今日は玉井さん初回の回ということで、はい、ベイ FM リスナーの皆さんには、あの初めましての方が多いかもしれないということで、募集テーマは教えて玉平ということで、うん、玉平さんに聞いてみたいことを大募集したいと思います、はい、まあ、落語のことだったりラグビーのこと、そしてプライベートのことでも何でも今日は答えてくれるんですよね。もちろんでございますNG なしです。NG なしということで、はい、皆さんメッセージはこちらまで送ってください。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。はい、そして6時台はこの人、街の話題のスポットに進出鬼没ということで、街角 DJ しまちゃんこと島村幸男さんが登場しますが、今日はですね新型コロナウイルスの影響で今日後ほどスタジオに登場して3人でお届けしたいなと思います。はい、そして6時台はこのコーナー、若輩者のお悩み相談。おどちらも平成生まれ、2人はして52歳の若輩者がリスナーの皆さんの相談に下から目線でお答えいたします下からね、あくまでも下からで、はい、もう丁寧にいきますんで、はいはい、さらに今日もありますクックロビンということで、お美味しくて簡単な料理を紹介できるかな、頑張りたいなと思いますよかった僕今日何も食べてこなかったから本当ですか、はい、大丈夫かな、ちょっと食べないでいてくれるとあの、ね、より美味しく感じれるかなこのまま食べないでください自信持って自分の料理にということで内容盛りだくさんでお送りしますが、はい、まずこの時間は教えて玉平ということで、玉平さんに聞きたいことを大募集です。そしてプレゼントもあります、うん、なんと林家玉平のオリジナル手ぬぐいを3名様にプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。効果音がこんなになると思わなかった。嬉しいですね、嬉しいですねありがとうございます、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。さあということで水曜ザベラインは4月ということで、まあ、新年度ね、はい、今日初めてこの番組を聞きますっていう方もいると思いますし、はいはいはい、あと今日は玉平さんともほぼほぼもう初めましてという状態なの で、まあでね、ちょっと私の自己紹介からしたいなと思います、はいはい、まあ、私ちょうどねモーニング娘さんラブマシーンがこうパンって売れてる時にアメリカから日本に来てアイドルになったんですけど、はい、そこつんくさんプロデュースでやっていて、はい、ちょっとそこでねリーダーもやっていました。リーダーもやっていました私、はい、アイドルですもんね。そうなんです、2年前までアイドルやっていたので、はい、その時に、ね、一番ライブでいつも歌っていたちょっと私の大切な曲をいいじゃないですか、かけたいなと思います、はい、あの一番最後のサビのところを歌っているのが私でございます。それではお送りしましょう、はい、ザ・ポシボー全力万歳マイクロリ。水曜ベライン1曲目はアイドル時代のナンバーザッポシボで全力万歳マイグロイをお届けしましたが、今お届けしているのは私がもう大好きで大好きで大好きな、シンガーソングライター、いつかこの番組も来てほしい阿部真央さん、君の歌でした。
林家。岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしているザ・ベイライン。今ねジングルに反応してましたね。そう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 、ちょっと緊張してた。おーって言って、おーって言いました。さあということで今日のテーマは教えて玉平ということで、はいはい、玉平さんに聞きたいことを大募集しています、はい、落語のこと、ラグビーのこと、ドラマノーサイドゲームのこと、まあ、自己紹介がてらどんどん答えていただきたいなと。あ、もちろんでございます、思います。いや、たくさんメール来てますよ。本当ですか。はい、あ、これほど嬉しいことはないですね。じゃあ紹介していきましょう。ぜひぜひ。ラジオネームまゆみんからいただきました。はい、玉平さんに質問です。はい、スポーツマンの方や落語など、伝統文化に関わる方って験担ぎをするイメージがあるんですが、今回ラジオという新しいフィールドに立つにあたって何か験担ぎってされましたか？もしくは玉平さん流の気合を入れるときはこれをやるみたいなのがあれば教えてください。気合を入れて、なんか僕出番前とか、はい、本番前とか、うん、そうですね、落語の時とかは、うんうん、まあ、かなりオーソドックスなんですけど、聞き手と逆の方向に人の字を3回書いて読んでます。あ、本当にやるんですか？やります、やります。あれすごくもう要は五郎丸さんのルーティーンと一緒なんですよ、はい、やっぱこう 毎回やるっていうのがいいのかな。はい、あとだから本番前に多分ロビネ聞いたと思うんですけど、うん、こう口大きくて歌とか歌いじゃん、あらーとかふーとか言うじゃないですか。なんかどうしたのかなと思いながらみたいな。なんか言ってるなーちょっとおかしくなっちゃったかな玉平さんみたいな。話しかけない方がいいかなって横目に見せたんですけど。そう、あれだから発声練習ですよね、自分の、ベロ出しの運動だとか。そうやって自己流なんですか？自己流です、自己流です、完全に。でも落語家さんって、はい、その皆さん、まあ、マイクがある場所ない場所、はい、あると思うんですけど、やっぱこうすごい発声が、そうですね、大切じゃないですか。発声やっぱこのなんていうか腹式呼吸とかで言わなくちゃいけないんで、うんうん、僕も腹式呼吸でやっぱでも練習するときはやっぱこう外に向かって大きく、うん、バンザーイってこう。あれさっき1曲目にかかったやつ。そう。全力バンザーイの。全力バンザーイとか言ってもいいんじゃないかな。これからルーティンに取り入れようかなと思ってるんですけど。いいんですか？やっぱりやめときます。ちょっと入れてくださいよ。日常に私をお願いします。はい、怖いわ。プライベートにロビネが侵食してきた。ちょっとずつね。ちょっとずつ。まあロビネだからね。この水曜日を明るくしたいから。ナチュラルにロビネやめてもらっていいですか？さっきから。ロビンさんでいいですか？でもロビン。ロビンちゃん。ロビンちゃん年上っすよ。そうだね、ロビネで。ロビンさんでいいやん。何でもいいけどさ。ロビンさん。何でもいいけど。ロビンちゃん。ロビネ。続いて、あ、せっかくだから玉平さんのメッセージ。じゃあ本当にこうパッと見たので、はい。お便りありがとうございます、うん、ラジオネームズートルビから始まる46歳の方です。ありがとうございます、玉平さんこんにちは。確か玉平さんのお父様、林家正蔵ですね、うん、ジャズの愛好家として有名だったと思いますが、玉平さんはジャズはお好きですかという。おジャズね、私はもうその師匠のこのあるんですよ、このジャズの専用の部屋が、うん、何それ。これがもうね、そこでね、どんな感じなんですか。もう一面に昔のレコード盤ですか。それがね2000枚ぐらいあるんですよ、ね、2000枚、はい、それを僕ちっちゃい頃、うん、そこ師匠、今その当時はお父さんですよ、うん、一緒に行ってね、初めて聞いたのがジョン・コルトレーンとか、おうおうおう、それもね、もうがっつりと情熱系のジャズを聞いてましたね。今で言うと僕スナーキーパピーとか、こうジャズアーティストいるんですけど、うんうん、まあロビンちゃんはちょっと分かんないと思うんですけど、ちょっと今ね、ごめんなさい、いろんなジャンルなんですけど、僕一番好きなのがヘビーメタル。あ、そうなんですよね。意外ですね、なんか。そう、僕劇団新幹線が大好きで、うん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 、で劇団新幹線さんのその芝居を見に行くたびに毎回このジューダスプリストが流れてるんですよ。ほうほうほう。でそれをきっかけにヘビーメタルが好きになって、でいろんなジャンルの音楽も好きなんですよ、私、うんうんうん、だから僕の人生のモットーがやっぱ広く浅く生きる。なるほどね、生き方が今出ましたね、はい、いろんなこうチャンネルを多くしないと会話つなげられないと思うんで、まあ、困らない程度にはいろんなジャンルかじっております。ヘビメタね、ヘビメ メタ、そっか。どんなイメージあります、ヘビメタ。激しい、うん、その通り。何それ、何も間違ってない。ということで、はい、皆さんまだまだ教えて玉平大募集です、玉平さんに聞きたいこと、今日は何でも答
答えてくれるって言ってますので、NG なしです。メールで送ってください、はい、メッセージはこちらまで。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、うん、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。はい、そしてツイッターやってる方ね、玉平さんもやってますけど、ぜひ、はい、ハッシュタグベイライン、ハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていってください。さあ、それではここで玉平さんも笹はじめ役で出演していたドラマ、はい、ノーサイドゲームの主題歌をお届けしたいなと思います。ね、今すごい反応されてますけど、泣くかもしんないよ、ね、やっぱ思い出の曲ですか。思い出ですね。あのドラマがなければ今の自分ないと思ってるんで、あら、本当にこの曲に、このドラマに育てられた、そんな思い出の一曲となっておりますので、うん、ぜひぜひ聴いてください。はい、ということでお送りしましょう。米津玄師、馬と鹿。歪んで傷だらけの春。ベイ FM リスナー安全運転宣言。さあ、この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します、はい、今日はラジオネームまんまるママさんより。我が家は男の子3人兄弟で、一番上のお兄ちゃんに自転車の乗り方を教えてからは、お兄ちゃんが下の子たちにそれぞれ乗り方を教えてくれました、うん、交通安全については私たち親もしっかり教えています。元気な子たちなので、やんちゃな乗り方をする時もあり、その度に何が悪かったのかちゃんと納得してくれるように言い聞かせています。いやー、でもとても大切なことですよね。そうですね、うん、よく自転車乗りますか。私乗りますよ。本当ですか。でもやっぱこう免許がなくても乗れるものだから、改めてこうルールをちゃんと、はい、なんかね、頭にこう入れて乗らないといけないなって日々思いますね。乗ってる時気づかないんですけど、私も免許、運転免許証を取ってから、はいはいはい、やっぱり車を運転してると、あ、僕も危ない乗り方してる人、こう車乗ってる時危ないんですよね、うんうんうん、やっぱり。でもそこで、免許持ってない、それこそ中学生高校生でも自転車乗れますから、 ね、その分やっぱり気をつけていただいて、安全に楽しく自転車というものを便利に使っていただければいいと思います、うん、はい、まんまるママさん、ありがとうございました。ありがとうございました、番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマークベイ FM.co.jp、 安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所、氏名、年齢、ラジオネームを忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ、携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送れます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78 The Bayline with Shoko Robin Okada and Tamahei Hayashiya。岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしているザ・ベイライン。さあ、ということで今日は林家玉平さんがベイラインデビューということで、もうあれですよ、ツイッターハッシュタグベイライン見てたら、もうたくさんの方が、あ、本当ですか、つぶやいてくれてますけど、 ありがとうございます。あれですね、なんかスタッフさんがね、あの、うん、ツイッターのフォロワー数ランキング2020年4月1日版っていうのを私に、東京演芸会ツイッターフォロワー数ランキング、そう2020年4月1日最新版です。そう、え、なんと私、林家玉平、お、すごい、落語家ランキング、うん、堂々の11位を獲得しました。なんともリアクションしづらい、ありがとうございます。嬉しいですね、嬉しいのが、まあ、嬉しいよ。え、1位は、まあ、ご存知、立川志らく師匠、ツイッター芸人ですね。ねえ、ツイッター芸人ですね。ツイッター芸人じゃないか。2位は、ね、段四郎師匠、うん、3位が、あ、まあ、知ってるかと思いますが、講談師の神田伯山先生という。ね、いや、すごい方がトップ3にいますけど、でもちょっと玉平さんも頑張んないといけないじゃないですか、ツイッターの。え、けどね、見るとね、うん、僕今11位で、10位がね、立川吉祥兄さんで、ね、はいはいはい、1300人ぐらい差があるんですよ。お、越しちゃう。いや、軽いな、越しちゃうって。なんか今25歳っぽかったけど。いや、そうっすね、越せる。でもあれじゃないですか、今聞いている方、はい、ツイッターね、やってる人ぜひ検索して、ね、けど嬉しいことに2つ目ランキングだと2位ですよ。あ、すごいじゃないですか。で、多分20代だと僕1位ですよ、ぶっちぎり。まあ、そういう見方をすればね、そういうこと見方する。でもやっぱりね、上には上がいますから、それがこういう世界ですから、それをね乗り越えなくちゃいけないっていうのが
僕の心情なんで。いや突然なんか話すテイスト変わったんだなんかすごいカッコつけられたんだけど謎に気合を入れてしまってね、まあ、意気込みを語るということで、そっかそっか、うん、頑張っていきたいと思います。なんとかね志らく師匠に食いついていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ついでに岡田ロビン翔子もお願いします。ロビネーもよろしくお願いしますよ。私もやっておりますので。ロビネーのネーはあの女編に市場の市じゃなくて、うん、女編に勝つだ姉子の方のそっちなんだ。ネーだからね。そっちなんだ頑張ります。ロビネーよろしくお願いします。じゃあメールもいいですかね、はい。ラジオネームこの方舞さんからいただきました。岩手県の方ですね。ノーサイドゲーム見てから玉平さんの大大大ファンになりました。ありがとうございます、馬としかも未だに毎日聞いています。あ本当ですか。もちろんダブルベッドも見ましたよ恥ずかしいよ。ハート、笹はじめをはじめ笹はじめを演じる玉平さんと、はいはい、落語家の林家玉平さん、どちらが難しいですか。できてます。んまたノーサイドゲーム撮影時のハプニングなんかあったら教えてください。ハプニングとかいろいろありましたけど、あ演じるって言ったら、まあ、笹はじめは、うん、本当にモデルがいなかったので自分の中に。あそういうことで、それはもう本当に現場の監督をはじめスタッフさんの皆さんと試行錯誤の上で出来上がったキャラクターなので、うん、いやでも本当に落語より難しかったですよ。そっか、自分じゃないんですもんね。自分じゃないですし、落語って一人でやるわけですから、うんうんうん、自分の、ま、タイミングでこういろいろ喋ることができるんですが、やっぱドラマだと僕多かったのはやっぱそれこそ大泉洋さんですよ。もう大泉洋さんと絡みのシーンが多くて、こういいシーンがありましたね。たくさんだ、ね、大泉さんに説得されるシーンだとかいろいろあるんですよ、はいはいはい、で僕やっぱ落語家なのであの表情を自分でこう作るっていうのが多くて、うん、でそれをねやってたら大泉さんにこう指摘されたんですよ、はいはい、なんてあのお芝居のアドバイス、うん、あら大先輩たまちゃんね、あのお芝居ってのは受けた言葉を心で感じればおのずと自然に表現顔の表現が出てくるから、うん、とりあえず僕のセリフを聞いてじーっと聞いてその時思ったことをセリフに乗せて、うん、顔に出して演技した方がいいよって、うん、すごく優しいなと思って、うん、で大泉さんがこうセリフを言うじゃないですか、うん、で僕もじーっと聞いてるんですよ、うん、でもどうすればいいのか分かんないけどとりあえず大泉さんのね、うんうんうん、役のセリフをずっと聞いてたら一生懸命、はい、監督さんがメガホンでおい玉へボーっとしてるんじゃねえと思っちゃって一生懸命聞いてたんだよこっちはと思ったんですけど逆に一点こう見つめちゃってこないかずっと見つめすぎちゃったんでしょうね集中してたのかな、はい、逆にだけどそれをきっかけでねささはじめってキャラクターがお芝居することができたんで、うん、いやすごい愛される役というか、はい、でそれがね逆に落語の方にもやっぱり生かされてきたのかなって最近思うようになってきた、うん、やっぱドラマに出たことで変化がありました。自分の中で変化とかいろいろありますけどやっぱり一番多いのは声かけられるのが、うん、ああ多いですね。私も先日、はいはいはい、よくねこう電車とかで落語家ですから移動するんですよ。あ電車乗るんですか、はい、それともう亡くなった立川談志師匠がよく言ってたんですけど、うんうん、なんで落語家は電車移動車を使うなって言われるんですよ。へーでなんで電車移動するのかって言われると、うん、その時その場所に来るお客さんは同じ電車を使って駅に降りて会場まで向かう、うん、その道筋をその工程をお前は全部やらなきゃ、うん、お客さんと同じ目線で落語なんかできねえぞって言われたんですね。深い。お客さん立場で考えろって言われる言葉があったんですよ、うんうん、でそれを意識して僕もこう電車を使うようになってて、で先日師匠正蔵とね、うん、で2人でこう地方行って、うんうん、で落語会書いてる途中に駅のホームで、うんうん、あ玉江さんですかって言って気づかれた。こうサラリーマンの方でこう嬉しいじゃないですか、うんうんあどうもありがとうございますっつって握手して、うんうんうん、あれよかったらあの娘がちょっと玉江さんのファンで写真撮ってもらってもいいですかって言われて、うん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 、どうぞどうぞ撮ってくださいっつってでもやっぱり師匠がいるからあそか横に師匠がいるから師匠の許可取らなきゃいけないなと思ってすいません師匠いいですか写真撮ってもらって、うんうん、ああ撮りなさいって言われていいよ分かりましたじゃあお兄さん写真撮りましょうっつってあ本当ですかありがとうございますそしたらそこの横にいるおじさんこれでもって写真撮ってくんないってスマホうちの師匠に渡したうわあれはね気まずい悲しい顔してましたようちの肖像は想像す
するだけで想像するだけでそんなこともあったんですね、いや面白い。ちょっと今日はねまだまだ玉平さんにいろんなお話をね聞きたいなと思います、はい、ぜひぜひます皆さん玉平さんに聞きたいこと教えて玉平と書いてメッセージ送ってください。アドレスはこちらまで、はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp ベイラインアットマークベイ FM.co.jp ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。 The Bayline Bay FM 78The Bayline with Shoko Robin Okada's and Tamahei Hayashiya.岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしているザ・ベイライン。さあということで今日のテーマは教えて玉平ということで、玉平さんに聞きたいことを大募集しておりますよ。じゃあメール紹介しますか。自分いいですか部長。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ちょっと一ついいですか、はい、お部屋汚いですかあのね、綺麗ですよ。このスタジオの中もうすごい玉平さん像汚いのもう台本チラシすごい台本がこんなにこんなに汚くなってるの。大型だから。いや私も大型ちょっともうすごい大丈夫どれが大丈夫大丈夫よ。大丈夫もうちょっと恥ずかしいからやめてじゃあメールお願いします言いづらいわはい、玉平さんはじめまして。ラジオネームももさんです。ももさん玉平だ感じた。玉平さんはじめまして、ロンちゃんこんにちは。こんにちは、玉平さんの年齢を見て正直驚きました。うん、相方のロビンさんはもうすっかりロビンお姉ちゃんですねさて質問は、うん、相方ロビンちゃんの第一印象はどんな感じですか。おちなみに私のロビンちゃんの第一印象は、うん、かわいいお人形さんが動いてるでした。何そのポーズラジオだから伝わんないっていう。このあれほっぺたこう両手いや褒めてくれたからね。いやかわいい、まあ、お人形さんみたいね。笑わないでよなんで笑うの失礼ですよね。いや僕ね初めてお会いした時は正直、はい、あの山寺さん、バズーカ山寺さんの時じゃないですか。ゲストで来ていただいた時ですよね、はいはい、あんまりねよく見てなかった。いやそう言っていいですか、はい、マジで目合わないなと思ったんですよ。あやっぱそうっすよね。うん、だ僕ね女性と目合わせるのきついんですよね。あそうなんですか、あじゃああんま第一印象はない。第一印象はどっちかというとあんま元気な女性だなって思ってまあなんか超ざっくりぐらいですね悲しいな。だけどねあの立ち姿はねもう、まあ、もうすごいですよ。すごい立ち姿、立ち姿だから綺麗な方だなと。スタイルもいい方なん で嬉しい。こういうとこで上げていかないとちょっと怖いな。でも本当になんか優しいですよね。本当ですか。なんかこう一回なんか打ち合わせあったじゃないですか。あこのベイエフェム、はいはいはい、始まる前にね。その時にもうものすごくね引き出しが多いですよ本当ラジオ の, この怖いな。なんか必要な技というか。いや技、はい、本当ですか。これはもうただもんじゃねえなと思いましたたださっきあれですよ、私のツイッターとかインスタグラム見てますって言ってすっごいあの絵文字とか使わないじゃないですか。なんか不愛想ですよねめっちゃディスってくるじゃんと思って。だって怖いんだもん。なんで絵文字使わないから怖いですか。それ怖くないですか。なんか俺なんかロビネポエムやってんのかなと思ってやってないですよ。ポエムつぶやくタイプの人間かと思って。そんなつぶやかないけど、そう絵文字はねあんまつけたくない。 なんでつけないんですか。うん、なんかごちゃごちゃするかなと思ってこう見やすいシンプルな方がいいかなと思ってつけたい気持ちね。あだから今日パッツンしてきたんですね。関係ないでしょ意味わかんないんだけど。髪切ってきたんですね。何言ってんのえ、なんで俺僕よくつけますよ。え、何がですか。その絵文字とか。確かになんか僕ねあの絵文字なんでこれつけるようになったかっていうと、あのそれもまたノンサイドゲームになっちゃうんですけど、はいはい、あの広瀬俊明さんがよくねツイッターでこうにっこり、うんうんうん、にっこりマークと親指こう立ててるグッドマークみたいなね。これがね可愛いなと思って。あ真似したんだ。そうほぼ真似ですLINE とかも全部そんな広瀬さんの LINE もそういうにっこりマークグーマークがこう出てくるんで、じゃあちょっとその意識して意識してそういうの使うと、なんかこう広瀬さんってこう見た目ちょっと怖そうな人じゃないですか。喋、まあ、んないとちょっとけど話すとものすごく、うんうん、それこそ朗らかで優しいジェントルマンなんで、はいはいはい、あでもやっぱそういったところでやっぱメールの文面とか LINE の文面とかでもこういったちょっと優しさってのを出した方がいいかなと思って私は絵文字をつけるようにしてます何の話かよロビネは知ってます。絵文字つけた方がいい。これからね徐々につけますよ。可愛い絵文字つけた方がいい。これからなんかつけます、はい、
何の話もうメールいきますね。いいメールいきます。はい、ラジオネームこの方はマナさんからいただきました。玉平さんこんにちは。はい、こんにちは。お花が好きだということですが、どう玉平さんのお好きなお花は何ですか。私はこうつけがたいですが、今の季節はラナンキュラス。ラナンキュラス、ラナンキュラスが好きです。はい、玉平さんの手ぬぐいで手作りマスク作りたいのでいただけたら嬉しい。あら、落語を見に行きたいですということで。ありがとうございます。お花好き、多分あれかな。お花好きなんですか。ダブルベッドのあれじゃないですか。そういうシーンありましたね。お花持ってきたじゃないですか。お花買ってちょっとお家に飾るみたいな。はいはいはい、あれは僕その時仕事終わって地元の方とこう喫茶店で飲むって、うん、コーヒーを飲んでたんで、はいはいはい、地元帰ったんで、うんうんうん、あそうだ、せっかくだったら有名なお花屋さんで花富士さんっていうところがあるんですよ。花富士さん、花富士さん、うんうん、花が漢字で富士がひらがな、はいはいはい、でそこでちょっと買ってこうと思って、うん、僕ねお花好きなんですよ。好きなんですけど、例えば品種が詳しいとか、うんうん、分かんないんですよ私は、うんうん、でもなんか見てるとこう心が落ち着くなと思って、そうなんだ。なんかこう、ね、都会のまみれたこういった生活にちょっとね一つ自然があると優しさとか。ちょっといいですか、はい、なんかいいこと言おうとしてて嫌です。実際そうだもん。あ、そっか、でもそういうの感じるんですね。感じますよ。うん、素敵。ちょっとロビネどうしたんですか。心汚れてますよ。やめてよ、やめて。私も好きですよ、お花。あ、よかった。でもこれが一番好きっていうお花あります。私はね、一番好きなのはもうスミレの花ですね。おー、スミレの花。はい、もうなんで好きかっていうと、もう完全に僕、はい、宝塚オタクなんで。そうなんですか。はい、もう今引退しちゃいましたけど、ランジュトムさん、当時花組でしたよ。はい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 、それをね一番最初に見に行ったのがきっかけで、うん、そっから僕スミレの花がね、好きになって。あら、素敵。意外、ちょっと意外だけど、もうこういう乙女チックな一面もあるよってとこをアピールしていったらいいなと思います。誰にアピールしてるのって。うん、僕可憐なんです、僕こう見えて。いいね、いいですね。もう引いてるやんけ。引いてるやんけ、ロビネ。何メールお願いします。お花好きなのよ。メールお願いします。わかりました、メール読みますよ。もうそんな怒んないで。もう探しちゃってるもん。探しちゃってるから。もうどこだどこだ。はい、こちらでございます。はい、あ、全然違った。違うのね。もう宝探しみたいな。じゃあ私行きます。はい、私、はい、戦うレフリーさんからいただきました。はい、玉平さんにお伺いしたいんですが、はい、ラガーマンの食事方法、サッカーや野球とは違って胸板が厚く、ね、はい、すごい腕っぷしがの選手が目立ちます。はい、特別に強化して、食べていた食材などありましたら教えてくださいということで。現役時代は私はもう朝2食、はい、昼3食、夜3食って生活してたんで、ね、1日8食ですか。すごい。それやったんですけど、どうも母親の作る料理が、うん、あのお弁当ですか、うんうん、学校に持ってく、うん、もうタッパーに入れて、ははそれこそもう全面茶色なわけですよ。あ、なるほど。揚げ物ばっかりだったんで、その時だからタンパク質がどうの、プロテインがどうのって、はいはい、あんまり考えてなくてこう食べてましたね。うんうん、でもやっぱりあのお腹を空かせるってことをしないで、うんうんうん、常に入れる、常に入れてる状態で、それで大きくなってました。体重だから100キロいかなかった。やっぱ体を大きくすることが大事なんですか。はい、そうですね。食トレですよ。食トレね。だから僕この後ね、クックロビンで食トレするから。そちらもね、はい、ちょっともう腹いっぱい食べて。もう本当お腹ペコペコですよ。ありがとうございます。ちょっとね、6時台ありますから、はい、ちょっとこのまま食べないでくださいね。我慢します。お願いします。はい、さあ、ということで5時台引き続き教えて玉平ということで、落語やラグビー、ドラマの他にも美味しいお店教えてなどメッセージ送ってください。はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。お待ちしています。ベイ FM 78 The Bay Line with Shoko Robin Okada and Tamahei Hayashiya。さあ、時刻は5時を回りました。ベイ FM からお送りしている岡田ロビン翔子と林家玉平のザ・ベイライン。さあ、ということで今日のテーマは教えて玉平ということで、今日初登場の玉平さんに聞いてみたいこと、落語、ラグビー、ドラマの他にも好きな女性のタイプとかね、こんなこと教えてとか、こんな時どうする、はい、聞きたいことなら何でも OK です。ありがとうございます。はい、そして今日プレゼントもね。はい、プレゼントもございます。
林家玉平のオリジナル手ぬぐいを3名様にプレゼントしたいと思います。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあということで、もうメッセージたくさん来てますから、はい、そうですね、玉平さん読んでくださいよ。いいですか、じゃあこちら行きたいと思います、はい、ラジオネームグリーンラベンダーさんからのお便りです。はい、玉平さんはじめまして、私は落語初心者です、うん、しかしいつかは寄席を見に行ってみたいです。夫には落語って難しいんじゃないのなんて言われておりますが、そんな初心者な私ですが、寄席を見に行く前に知っておいた方がいいマナーなどがありましたら、ぜひぜひ教えてくださいということで。なるほど、でも確かに落語行きたいけどどういう風に行けばいいんだろうって思ってる方も少なくないのかな。そうなんですよね、思いますけど、もう本当に普段着でいいですよ、うん、ジーンズでもいいんですか。なんならもうパジャマでもいいですよそれリラックスしすぎ全然もうリラックスしてきてください、あ、そうなの。ね、よくお着物をお召しになられる方とかいらっしゃいます、うん、それはまあ、ご趣味で結構なことなんですが、うんうん、他の人がねまだ見たことない方は、そういう方を見ると、ちょっと敷居高いのかな、うんうんうん、なんて思っちゃう方が多いと思うんですけども、全然全然もうユニクロ、島村、自由、何でも構いませんのでそうか、普段着でも本当に普段の自分でいいのか。そうです、だおしゃれ、でもいいんですよ、おしゃれしてとか、うんうんうん、寄せデートみたいなのも、あ、いいですね、いいですね、なんか着物レンタルしていくのもいいですし、はいはいはい、やっぱりそのドラマに出たりとか、はい、そのダブルベッドっていうので、はい、女性のファンというか女性の方も増えました、最近どうなんですか。そうですね、あれ女性のファン多いですね、それこそ本当初めて聞くような方々が多いので、はいはいはい、そうなんだ、よく笑ってくださるんですよ。これが嬉しいですよね、やっぱね、直接笑い声が届くっていうのはね。そうなんですよね、ご通過の方はね、なかなか笑わないですよ、ね、厳しい目でチェックする、はいはい、このネタ知ってるよ君はどんな味付けをしてくれるのかなとそんな感じ聞いてくださる方もいらっしゃるので、だけどそういった両方ご通過の方にも、はいはいはい、初めて聞く方にも楽しんでいただけるような落語を私は目指してるんで、なるほど、そこ精進していきたいところなんですが、うん、まあ、特にこうなんかこうね、気を張ってとかこうそういうこと全くしなくていいので、うんうんうん、もう楽な感じで、うん、落語会ぜひぜひ来てください。他の皆さんもみんなラフです。で、一番問題なのは落語家もラフな格好してますからそっか、問題なく来てください。そうなんですね、いや素敵な情報ありがとうございました、はい、じゃあ続いてラジオネームリズムトリオさんからいただきました。僕は落語も好きですが、実は講談のファンでもあります。お、そこで質問ですが、はい、今講談で人気絶頂の、神田伯山さんとお仕事したことはありますか。もしあれば伯山さんの素顔はどんな人ですか。ちなみに僕は松之丞さん時代に5回ほど講座を見ています。ものすごい迫力でした。はい、来てます。松之丞さんこの間1週間前に文鎮師匠の落語会、うん、国立大劇場で一緒に、すごい場所でやってますね。その千何百人と集まったんじゃないですかね、で皆さん松之丞兄さんファン、まあ、いわゆる伯山先生ですよ、はい、白山生でも俺松之丞兄さんって言うんですけど、松之丞兄さん、はい、あと先輩なんで、あ、そういう言い方なんけど、襲名真打ちになってから、はいはいはい、白山先生って言わなきゃいけないんですよ。あ、そっか、そうするとなんか変な距離感あるかなと思うんですが、うんうんうん、私らよくこの間も今年もお正月に帝国ホテルの落語会一緒なったんですけど、はい、あ、じゃあ結構で僕もね、松之丞兄さん今白山先生のラジオよく聞くんですよ、大好きで問わず語りも聞いてます、はい、でその時にね、松之丞さんもよくこう、言うじゃないですか、うん、なんかおもねらないってこうプレイボーイの表紙とかにあ、はいはい、こうあったんですけど、おもねらないってどういう意味か調べたんですよ、うんうん、そしたら他人に媚びない生き方をするっていう、うん、そういった言葉なんですね。素敵なことで、本当やっぱ松之丞さん、白山先生は、うん、本当におもねらない人なんだなと思ってこうやって見てたら、一緒にね地方の落語会行った時、うん、めちゃめちゃ地元の有権者に媚びをやめてよ。いや、営業だからこっちは。あ、そう、大事ですよ。けどやっぱりね、すごくね、出番前とかやっぱ集中なさってるんで、こっちもね挨拶しづらいですよね。うんうん、まあそう、そりゃそうですよね。今から本番っていう。怖いんですよね。ああ、そうなん。怖い。怖い。いや、もう溢れ出ちゃってますけど。怖いわ。迫力ありますよ。凄みが。なんて呼ばれてるんですか、玉平さんは。玉平ちゃんって。玉平ちゃん、いいですね。玉平ちゃんさ、あの声で。見たよ。映画トラさん。あれなかなか良かったね。
わあすごかったよ。あらこんな感じで褒めてくれボソって言うんですよ急に。そうすると急になんかこういったところでなんか、うん、あの講談にも生かせるようになんか芝居のことを教えてくれない。こうあすごい、ね、あそういうことも言ってくれるんですね。すごいだからいろいろアドバイスお互いになんかいいアドバイスもあって、うん、こっちもこっちでなんか、ね、あのテレビ番組こう出るんですけど、はいはいはい、どうなんですかとか、うんうん、あのこの今度なんか出るんですけどって言ったら、うんうん、この時こういうした方がいいよっていろいろお互いにアドバイスをしながら、めっちゃ素敵な関係ですね。素敵な関係なんですけど、うん、どうなんですかね白山先生は私のことをどう思ってるのか今度聞いたらいいじゃないですか。僕の怖くて聞けないよ。僕のことどう思ってますかってそんな失礼な野郎だなって言われてるんですか。おもねらないから、本当ね、ずわずわね切ってってほしいです。うもう演芸界を盛り上げていく大先輩ですので、ねすごい方本当にリードしていってほしいですね。私は本当に後ついてきますので、うん、これからも一緒にいいじゃないですね。お互いになんかね違う方面かもしれないですけど、うんうん、演芸界を盛り上げていきたいと思います。いい先輩でございます。じゃ続いてはい続いて、はい千葉県小地坂さんからのお便りです、はい、ロビンちゃんこんにちは。玉平さんはじめまして。ベイライン DJ ご就任おめでとうございます。おめでとうございます。落語家一家に生まれ育った玉平さん、うん、幼少期はどんなお子さんだったんでしょうか、うん、おしゃべりな子供だったんですか。小さい頃どんな職業に憧れていたのかも教えてほしいです、うん、幼少期ね。いやこれすごい気になります。全然喋れなかったですよ。それはやっぱこう周りにいる方がすごすぎて圧倒されちゃってなのか。圧倒されちゃってでもあるんです。僕もともとこうなんでしょう、インドア派の人間だったんで、でこの僕の人格を整形したっていうか、うん、なんか作ったのはきっかけ2つあって、うん、まあ、第一はまず体育会系のラグビー部に入った。あれラグビー部に入ったのはなんこれは12歳13歳ですね。中学校1年生から高校3年生まで、はいはいはい、そうかそうか。それではいもうあのなんですよ体育会系ですから、うん、先輩が何か質問したら答えられる言葉は、うん、はいとイエスしかないんですよ。なるほど、ね、何々やってってたらもうはいとイエスしかないんですよ、はい、でそういった世界で育ったので、まあ、それで何かいろいろね体育会系のノリを覚えましたし、うん、はたまたね15歳の時に、うん、ちょっと一人で、はいはいはい、ホームステイというか、うん、旅をしてたんです海外を。これどこにも言ってないですけど今びっくりしました。15からだけど1ヶ月2ヶ月あれですか本当一問なしの状態で。どこ行ったとか言っていいんですか。はいあのイギリスのねニューキャッスル。へー真冬のイギリス。中3から高1の時僕中高一貫なんで、うんうん、期間が空いてるんですよ。あそっか、はい、受験とかしないんで、はいはいはい、その時に行ったんですけどその時にね喋らなきゃ、うん、ちょっとやばいなと思って、うん、それであの お金もなかったんでその当時、うん、あの喋らなきゃなんかこう会話も英語できなかったですけど、うん、ボディーラングエージでなんとか喋らなきゃご飯も食べられないし泊まるところもないし生きていけないしってなったんで、うん、その時にあの喋んなきゃ生きることって難しいなと思って、うん、そこでなんかこうボディーラングエージを交えながら、うん、あの積極的に喋るっていう習慣をつけていったんですね、うんうんうん、でこの2つがきっかけで今のこういった僕の喋りが生まれてるのかなと思います。すごいそうなんですね、はい、知らないことばっかり。海外ってすごくいいですよ、うんうん、でも刺激を受けますよね。すごい刺激を受けます。いろんなことがあるんで、うんうん、あの幽霊体験も初めてだから海外だったんですよ。そうなんだ、はい、イギリスでホテルで、モーテルですか。モーテル。それでねあの向こうの教育チャンネルを見てたら、はいはいはい、あのもうわけわかんないじゃないですか英語だから。まあまあまあ。でこれで寝ちゃったんですよ、うんうん、で寝たらねバッて起きたら金縛りにあって、おでもう全身ガクガクブルブル震えて、うんうんうん、それプラス幽体離脱、はいはいはい、その天井に目があるんですよ目線が、だから部屋全体見渡せるんですね、うんうん、でそれでその時にテレビのそのわけわかんない教育チャンネルやってる、うん、わけわかんないですけどまあ、まあ、英語だからちょっと何言ってるかわかんない、うん、そのテレビの横の窓から白い男性白人の男性の幽霊がスーッと入って、うんそのままトイレに入ってたんですよ。ちょっと怖っと思って、うん、でそのままおそらくバッて目覚めて、うん、うわ初めて金縛りあった、うん、幽霊も初めて見た、うん、あそういやあの幽霊ちょっとトイレの方行ったなっそかちょっとバスルーム行ってみようと思って、うん、ガチャッと開けた。別になんともないです、うん、あよかったなんともないと思ったんですけど一つだけ違う点があって、うん、便座が上がってて、うん、うわこれどうしたのと思って中覗いたら大きいのが流し忘れてたんですね。なんなの。しかもティッシュペーパー付きで なんなの。これが
もうお食事中の方すみませんすいませんでした、まあ、これが本当のイギリスだけにブリティッシュというそれが言いたかったやつだこれが言いたかったためのお話でございましたそれが言いたかったんだいや皆さんねまだまだあなたの教えるタマヘをメッセージ送っていただきたいなと思います。アドレスはこちらまでお願いします。お願いいたします。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。はい、すいませんお食事中の方は申し訳ございませんでしたということで、あのここでですね、はい、1曲エゴラッピーさんの曲をちょっとお届けしたいなと思うんですけど、タマヘさんどうやら大好き。お、エゴラッピーさんいいんすか。いいんですよ。私地元がの東京都台東区うぐいす谷という、はい、うん、まあね、23区の中でこう山手線で一番ダサい駅ランキング1位という、あ、そうなんだ、うぐいす谷駅に住んでるんですが、いい場所ですよね。いや、すごくいいんです。そこにキネマクラブという、ね、昔のキャバレーみたいなところがありまして、そこでね、毎年クリスマスの季節になるとエゴラッピーさんのライブがある、うん、それを僕毎年行かせていただきまして、本当にこのエゴランピーさん好きなんですが、うん、なんとなんと尊敬する神田伯山先生のラジオのエンディング曲にも使われてるんですね、はい、エゴランピー先生。だからお互いにやっぱなんか波長が合うなとか言ってますけど、その中で、このエゴランピーさんのくちばしにチェリーという曲を聴いてもらいたいと思います。はい、それでは、じゃあそれではいいですか、ビシッとバシッと曲紹介を。初めての曲フリーですのでドキドキお願いします。はい、ではエゴラッピンさんでくちばしにチェリーです。どうぞ。エゴラッピンのくちばしにチェリーに続いては、落語家林家玉平さんにちなんで2005年に放送された落語家がモチーフのドラマタイガー&ドラゴンの主題歌、はい、歌ってましたね今も。あ、ちょっとね、皆さんにお届けできなかったのが本当に残念です、ね、まあ、お届けしなくてもいいかなと思いながら私も聞いてましたけどなんだそれいいじゃないかということで、好きなんだよ、私もこのドラマ大好きで見てました。本当ですか。クレイジーケンバンのタイガー&ドラゴンでした。でした。Bay FM 78 The Bayline with Shaw Call Robin Okada and Tamahe Hayashiya。岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしているザ・ベイライン、ということで今日は教えて玉平というメッセージをね、あの皆さんに送っていただいておりますけども、はい、私からも質問していいですか。個人的な。はい、おお、ぜひぜひ。でも何しようかな考えとく。何しようかな。なんかな、スリーサイズはっていう。あ、スリーサイズ興味ないな。上から102バスト102とかウエスト80とかいやでもやっぱすごいね、こう格系というか、はい、こうすごいじゃないですか。だからこう なんだろう、お父さんってどういう存在なのかなと思って。これに関して言えば、うん、私たちの世界は雇用関係ではないので、はいはいはい、弟子入りするんですよ。そうか、師匠って。その時も親子の縁切ってるんですね。すごい。感動するのが前提で入ってるので、だから親父だとか、うんうん、父とかそういった表現はもうしない。しないですね。うわどういう。いや、これもう完全な師匠からのあれで、うんうん、師匠がもうそういったまあ他のね、師匠方、他の一門でも、それは親子でやってらっしゃる方いるんですけど、うんうんうん、まあ、それは親子を売りにしてる方もいらっしゃるんですけど、うん、うちの場合はちょっとそうしたくないと、うちの師匠の方針ですね、完全な。ですから、こう、弟子、師匠の関係になるときには、親、父と子の関係も切るという。すごいです。もう本当、じゃあ覚悟というかね、結構決断するのが勇気いったんじゃないですか。まあ、けど、落語がなりたかったので、それに関して、こっち父と子の関係じゃなくなるのが嫌だとか、うんうん、悲しい寂しいとかそういったことは一切なかったですね。すごい。でもけどさ、たまにさ、お母さんを欲しくお母さんもおかみさんになるんですよ、うん、母親も母も。なるほど。だからそれがね、おかみさんになっちゃうんで、うんうん、要はこう何でしょう、本当の親が今いない状態なんですよね、仮の。けど、うん、
じゃあ、あれじゃないですか、たまにすごくじゃあ誰かに甘えたくなるじゃないですけど、はい、そういう現象になります。あとお父さんお母さんいたらこう甘えれるじゃないですか。母親に甘えたいとか、まあ、思春期の時やっぱちょ、うん、相当僕こうね、あの本当反発してたタイプの反抗期とかそんな感じだったんで、逆に今それを乗り越えて、うんうん、もうお母さんをなんかこうなんかおなんかあったかいもの食べてるかなとか、うんうん、なんか美味しいものだから最近食べに行ったとか、うん、ずっとうちでなんか用をしてるので、うん、なんかちょっと一緒に外食べに行こうよとか、うん、そういうのをしてあげたいなって最近思ってて、素敵じゃないですか。ご飯一緒に行ったりとかもできない？でもそれはできますよね。それはできます、うんうん、けどやっぱ関係が、ね、母親が今、まあ、おかみさんですよ、うん、おかみさんがね、なんかその祖母のお世話とか、うん、はいろいろ、はい、なんか雑用だとかこういった用事がいっぱいあるのでなかなか表に出るきっかけがないんですね。なるほど。だからそこをね、まあ、タイミングうまくねこうよくていけばいいんですけど、うんうんうん、なかなかそれが取れないんで、うん、もう 母に本当にお世話になったんで、うん、恩返ししたいなと思って。いやすごい、もう私はちょっともう想像ができない世界っていうか、もう本当尊敬すごいなっていう。本当ですか、うん、だから、ね、甘えたいから今家にあるプーさんのぬいぐるみにずっと甘えてますよそうなんだ。いいよ、プーさんのぬいぐるみは俺の楽をずっと聞いてくれるしないでおいてねそうなん、そんな一面も稽古にも、はい、じゃあリスナーの皆さんからのメッセージもね紹介していきたいなと思います。ラジオネーム山美沙さんからいただきました。落語家の方を見ていつも思うのは、はい、足しびれないのかなということです。おー、なるほど。私は足がすぐしびれてしまうんですが、はい、しびれないコツみたいのってありますか？これ正直言っていいですか？落語家も落語家で結構しびれてます、うん、あもう我慢それはなぜしびれないかっていうと、はいはいはい、所作っていうのがあるんですね、うん、例えばじゃあこう正座をして、はいはいはい、右を見て左を見る、これは上下を切るって言うんですけど、はいはい、その時に例えば人のうちに上がる、うんうん、人のうちにお邪魔する時に、うん、よっこらしょってこう、うん、ちょっと腰をね腰を直すとか、はい、そういう所作があるんですよ、うん、その時にしびれを解消してますでもその一瞬でいけます？一瞬とかでちょっとこう血の巡りを良くしたり、うん、ちょっと腰立ててなんかオーバーにアクションするときにわざとこう腰上げて、あそれ違うだろうとかなんかこう笑うところとかにそういったこうわざと大きなアクションして、私はこういったときにしびれを解消してます。あすごい、知らなかった。結構だからガチガチのそういったもうなんかずっと正座しなきゃいけない、うんうんうん、所作が何もない落語かな、うんうんうん、落語なんか僕終わった後めちゃめちゃしびれてますだから舞台引っ込めないんですよね、袖に引っ込めないんですよ。あ、履けれないのか。ずっと僕正座してごめんなさいごめんなさいどんちょう閉めてとか言ってますもん。時間ってそっか、それによって違うかもしれない。大体何分ぐらいその正座してるんですか？私はでも大体、まあ、最長で1時間半とかで1時間以上アベレージ、ね、短い時は5分10分15分とかですけど、っていうのもあるけど、まあ、長い時は1時間半とか。うわー、それはすごいですね。全然大丈夫ですよ。へえ。多分そんな自信がない。正座で言うと私おじいちゃんが厳しかったんで、小学校の時は、はい、あのご飯食べる時必ず正座して食べるっていうルールがあって、ロビネ、そう、おしょうご正座してくれっていう感じのおじいちゃんだったので、ね、逆に私も正座には慣れてるというか、今はね、あんま正座して食べることは減りましたけど、そういうの日本に来てからそういう期間が長かったから、みんなそういうものと思ってて、あ結構古典的なお家に生まれ育ったんです、ね、そうです。門限とかも6時で、あの1分でも遅れると翔子玄関の前立ってろっていうおじいちゃんだったえ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、そうそう、それね、いいおじいちゃんですよいやでも本当に今本当にその孫娘思いの今思うとね、その時は厳しいなと思ったけど、ね、それがね後々ね、ああしてもらったこうしてもらったって感謝すべきところが出てくるんですよね。そう、本当に今は思ってます。なんかいろいろ感謝してんな、俺ラッパーみたいだな、なんかすげえラッパーって感謝しがちじゃないですか感謝しがち感謝しがちじゃないですか。確かに感謝でも大事、ね、大事、日々感謝、これはね、日々感謝、いいことだと思います。近くにいる人に感謝、はい、ということで皆さんね、hey、まだまだ Hey yo 教えてたまHey yo っていう感じで What's up man メッセージ送っていただきたいなと思います。アドレスはこちらまで。メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。さあ、それではここで、あの、たまへいさんに愉快なるナンバーをね、メドレーでお届けしたいんですが、はい、あの、このベイ FM でも金曜日のレギュラー番組でおなじみ、森口博子さんのナンバーです。おお。たまへいさん、
どうですか、森口さんは。神です。神様。もうさっきもね、あのポスター貼ってあって、はい、見た瞬間にはぁって言って、もう目がすんごい嫌い、はぁって言って、あの神様です。神様、まあはい、余計なことは何も言えないです。とりあえず神様、もう大好き大好きです。きっかけは、きっかけはあの私あのよくこのロックバーとか行くんですけど、はいはいはい、うぐいさんにはロックバーで、はい、バー叫びさんのところですね。言っていいんですか、ね、はいはい、そこで、森口博子さんが好きな方がいらっしゃって、はい、うん、最初ね、森口博子さんこう、ね、いろいろこうアニメの主題歌とかで歌われてるんですけど、はいはい、まあ、そこまでとか思ってたんですけど、うん、そこでね、森口博子さんの魅力をそのバーのマスターに1時間ぐらい教わったんですね、うん、そこからもう虜になっちゃった。虜になっちゃった。好き、もう森口博子さん好きです。もうね、今日一番いい顔してます。目がトロンとしてる。じゃあちょっとせっかくなんで、玉井さん、いい曲紹介してもらってもいいですか。はい、では森口博子さんの水の星に、あ、ごめんなさい、噛んじゃった。水の星へ愛を込めて。森口博子さんの水の星へ愛を込めてに続いては、長作ひろみさんのナンバーですが、長作さんはあるサイトによると好みのタイプっていうのを、玉井さん。そうなんですよね、うん、あの当時15歳、15歳、長作ひろみさんすごい好きだったんですよ、はい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 、ですごい好きで、なんかこの15歳16歳のくらいの時は、うん、やっぱり年上の女性に憧れというのがありまして、あの時長崎ひろみさんってなんか素敵なお芝居もなされるし、うん、めちゃめちゃ綺麗な方ですね。純朴でこう綺麗な方だなと思ったんですけど、うん、とりあえず一つお詫びしてもいいですか。はい、森口博子様は大変申し訳ございませんでした。なんでですか。大切な曲を噛んでしまいました。ずっと言ってるんだ。ずっと言ってて、だから僕金曜日、はい、ちょっと森口博子さんにちょっとね、直に謝りに行きたいと思います。あの、会いたいだけですよね。バレました。やめてください。ということで、お送りしたのは玉平さんも15歳の時に好きになった、はい、長作ひろみさんでマイホームタウンでした。 AFM 78。 さあ、新年度がスタート。さまざまな新番組が始まり、 BayFM 初登場の DJ も、そしておなじみのプログラムも皆さんにより楽しんでいただけるように、パワーアップしました。こんな時期だからこそ、ラジオを通して楽しんだり息抜きしていただきたい、ラジオって BayFM ってこんな楽しみ方があるんだと感じていただけるよう、4月からの BayFM は音楽で情報で皆さんの毎日をサポートしていきます。はい、うん、そしてこの番組ザ・ベイラインでは、はい、4月から水曜新 DJ として林家玉平が仲間に加わり、今まで以上に千葉県を、いや日本全国の夕方を笑顔にしていきます。素晴らしい。リスナーの皆さんもそれぞれ大小問わず、うん、何かしらの悩みや不安を抱えていらっしゃるかと思いますが、特に今はね、そんな気持ちを吹き飛ばすかのような、うん、忘れてしまうような元気で明るい放送をお届けします。みんなで広がるベイラインの輪、ぜひ私たちとつながっていきましょう。 The Bayline Bay FM 78 The Bayline with Shoko Robin Okada and Tamahei Hayashiya。 岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしているザ・ベイライン。さあ、今日のテーマは教えて玉平ということで、 DJ としては初登場の林家玉平さんに自己紹介がてら答えてほしいこと、教えてほしいことを募集しています。はい、じゃあ紹介していきますか。よろしくお願いします。じゃあ私からでいいですか。はい、じゃあこちらの方行きたいと思います。はい、ラジオネームいすみのつるじいさん。つるじいさん、つるじいさんですか。玉平さん、昨年のラグビーワールドカップでラグビー人気沸騰、嬉しいですね。自分も子供の頃よく父に連れられて秩父の宮ラグビー場に大学ラグビーを見に行きました。ちなみに早稲田のランのラグビーが好きでしたが、玉平さんのポジションはどこでしたか。タッパもあまりない、身長があまりないようですので、こうバックスのどちらかだったのでしょうか。これからも話の中でラグビーのことをちょこちょこ盛り込んで、ラグビーを盛り上げる広告塔になってください。応援しています。おー、なるほど、嬉しいですね。ではラグビーあるとか本当にね、いやすごかったですよね。昨年のノーサイドゲームから始まり、確かに、そしてワールドカップ
なんとベスト、もう大躍進という、おめでとうございます。本当に素晴らしかったんですが、うん、私のポジションはね、あのドラマはねスクラムハーフやってたんですけど、はいはいはい、9番、まあ、ちょこちょこ動くポジションなんですけど、うんうん、あの僕の現役の時やってたのは1番スクラムを組む、分かりやすく言うと、はい、笑わない男のポジションです、うん、あ稲垣さんの、はい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 、あの本当一番前でうーんと組むようなポジションだったんですけど、うんうんうん、それって自分で選べるんですか。あれはもうコーチが選びましたね。狙ってるポジションはどこだったんですか。僕はウイングっていう松島幸太郎さんとか福岡さんの、 はい、はい、あのこう足早い人がベーっ っていっぱいね動いて、そういっぱいあれ憧れるんですよ、花形なんですよ、かっこいいんですよ。そうなんだ、花形なんですね、そこが足遅かったんですよ僕じゃあできないかそこは力はあったんで、それであのプロップというポジション、すごいな。組んだ時駆け引きとかあるんですか。やっぱそうですね、あの首とか、あとお互いにね、うん、スクラムを組む前にも勝負始まってるんです。え、どんな。一番性格悪いやつだと、うん、試合前にニンニク食ってくるんですよそんなのあるの。本当にです、臭いんですよスクラムって密集してるから。わざと。わざとで超臭くて、うわい臭いとか言って、そうすると力が変な方向入っちゃってスクラム負けちゃうんですよ。知らない、そんな小技。それありなんですか。全然ありです。え、玉平さんもやってます。俺さんのことは紳士だから。え、紳士だからもう正面から言ってました。正面から。なんでそうやって疑わしい目で見てるの本当に紳士かな。いや本当ですよ、俺だ正面でやって負けたら負けたらしょうがねえやと思って、あそうなんだ。あんな小手先のずるい技とか使わないですよえ、どうなんですか、そのドラマの撮影終わってからちょっと経つじゃないですか、はい、今そのプライベートでなんかラグビー、まあ、やったりっていうか、その動かしたりとかやってます、体を。まあ、筋トレとかね、今の時期ちょっとね行きづらいので、自宅でできるような、はいはいはい、だから僕ねビリーザブートキャンプとかそういった自宅でできるような懐かしいトレーニングとかやってます。ああいうの、いや今 YouTube でね、そういうのいろいろ検索して、なんか再び流行ってるんですよね、はい、だからそのね、いろんな検索とかして、はい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 、自宅でできる筋トレとか、うんうんうん、そういうのをやって今体鍛えてます、すごいねムキムキですもんね。ありがとうございますじゃあ続いてラジオネーム、はい、この方オリオリさんからいただきました。おりおり女性の方、玉平さん初 DJ 祝 DJ 初挑戦おめでとうございます、落語家さんなのに普段は無口という玉平さん、意外と甘いもの好きと、聞きましたが、一番好きなスイーツは何ですか。ちなみに私の好きなスイーツは実家鎌倉のくるみっこです。ロビンさんと仲良く楽しく頑張ってくださいということで、あ、甘いもの好き。も好き、もうね完璧です。え、もう出てましたこれ。鎌倉のくるみっこです。え、神です。だってお料理森口博子かくるみっこのどっちかですそこなんだ、そこが並ぶんだ同率1ですね。お料理さんの実家完璧ですよ。なんで知ってるんですか僕の好きなもの。逆に結構言ってますよこのくるみっこ情報。くるみっこ情報はツイッターで断るごとに。だから僕今さっき宝塚好きって言ってたじゃないですか。あ、言ってましたね。あのね、まあ、宝塚好きになったら姉の影響なんですけど、あ、お姉ちゃんいる。はい、で姉がね、そう僕に情報をチクイチくれるんですよ、うん、それがね嬉しいことに宝塚の情報とくるみっこの情報、うん、くるみか。でそれで、はいはい、なんと奇跡のコラボレーションをして、宝塚とあのくるみっこがコラボして、スミレッコっていうね、スミレコラボレーション商品出したんですよ。おうおう、即買いしましたね。即買い、もうね、もう家に飾ってる。私食べたことないんですけど。あ、じゃあ今度持ってきますよ。お願いしますいっぱいめちゃめちゃうまいですよ。もうキャラメルとねこのくるみのねこのハーモニーがね、あ、キャラメルと、はい、もう、あ、好きですか。キャラメル、あ、好きです、好きです。くるみとか好きですか。ちょっとあのでもちょっと歯が欠けないか心配ですね。ちょっと、あ、柔らかいんです。あ、柔らかい。そういった親切設計となっております。そういったね老若男女すべての人に味わえるかのようなそういったこの肌触り、舌触りですか。で歯応え、歯応え、そしてもう目を閉じればそこは一面のキャラメル畑を感じるかのような、もう素晴らしい商品となっております。俺回しもんかくるみっこの、今 CM かなみたいなそれだけね好きなんですよ。あ、そうなんだ。甘いもの好きなので、ほう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 。だから逆にねもうくるみっこ好きすぎちゃって、うん、他のものに目がいかないんで、そんな他のも
本をね麺に行きたい最近は。じゃあ逆にあれですね、これからリスナーの皆さんに教えてほしいですね、ぜひぜひ千葉の美味しいスイーツとか。あ、いいですね、スイーツ、ね、教えてもらいたい皆さん教えてください。あわよくば落語会の差し入れで持ってきてくださいちょっとやらしいな、やらしいな俺自分で買いに行きます調べて。ということで、まだまだね玉平さんにいろんなお話を伺いますが、この後6時台は街角 DJ 島ちゃんこと島村幸男さんが登場。新型コロナウイルスの影響で今日は街角ではなく島ちゃんスタジオに登場ということで、皆さんそちらもお楽しみに。そして6時台は若輩者のお悩み相談。そうだ、頼りない平成コンビの2人に相談してみたいことを大募集。大募集。2人がなんと下から目線でお答えいたします、はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。はい、そしてね、好評につき4月を超えてもクックロビンございます。皆さんね、あの今日の夕飯何にしようかなと迷ってる方のヒントになれば嬉しいなと思います。腹減ったから早く食べたい。はい、時刻は6時を回りました。ベイ FM からお送りしている岡田ロビン翔子と林家玉平のザ・ベイライン。さあということで6時台はこのコーナー、しまちゃんこと島村幸男さんがいろんなスポットに進出鬼没、街角 DJ のコーナーですが、今日はスタジオからです。隣にいますが呼びたいと思います。はい、ゆきおー、ベイ FM ベイラインラブの皆さん、新年度を超えました。玉平さん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私が親父キラーのロビンに胸をギュッとわしづかみされながらくちゃくちゃぽいにゴミ捨てされたシングルベッドな下村ゆきでございます。よろしくどうぞ。してない、いつだってシングルベッ ベッド、いいですね。ダブルにはいけないというね。シャランキュー、シャランキュー、はい、よろしくお願いしますよ。そっか、あの、しまちゃんと、あの、玉井さん、はじめまして。はじめましてです。僕が勝ってはもう笹コーチですからね。いや見てくださったの、ありがとうございます。記者感激ですよ。全部見ました。全部。お、すごい。残念。もう全部。残部。もう、島村 GM みたいな感じだったんですよ。強そうな。島村 GG で M みたいなね。GG で M だからね。ハーコイシバラやつってなんか一人ずつ、ね、いや嬉しいです、ありがとうございます。熱血コーチありがとうございます、ね、でもだって25です。平成6年ベン FM 来て25年ですからね。しば、はい、ちゃんあれも玉平さんが産声上げた時僕もベン FM で産声上げてますからうまいなぁ。だからもう大先輩ですよね。先輩ですか、ノープなんですよ。だからそこに来るまでだって僕そのジャドーズっていうバンドだったり、はい、3人組の芸人だったりして、はい、それこそだから正蔵さん、はい、うちの小武平さんだの頃にちょいちょいいろんなところ遊びに行ってたぐらいですから、あらら世代がもう一緒違うんですもん本当に。だってお父様だって37年生まれね。そうですね、だから虎年ですね。だから僕の一個上なんですよ。あ、そうなんですね、うん、近いね。だからもうこれからパパって呼んでいいですか。いやいや僕はダラー僕ほらあのさっき言いましたけど、はい、感動して親がいない状態なんで、ね、よかった今ちょうど父親探してたんですよね、はいはいはい、こんなとこにいたって。だから俺その当時の、うん、その林家一門の新年会とか行きましたもん、お呼ばれされて、はい、1月3日ですよ毎年、はい、で奥様にお年玉いただいたり、あら、うん、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、ね、ペコペコしちゃって。そうだから、そういういろんなことがありながらも、はい、今だから2人合わせて 52です。2人束にかかったってね、俺に勝てないんだから。チタバタしちゃって。くそー、っけーな。そっか。いやだからね、いろいろ見るとさ、はい、若手フレッシュコンビのベイライン水曜日スタート、はい、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい、全然年度超えちゃいます。いや関係ないです、関係ないです、やっぱそれ親の目線でね見ていただくと嬉しい。いやいや、そういう意味ではね、じゃあベイラインの共感という形で。あ、そうですよね、あ、それはいいですよ、ね、先輩ですから。だから森口さんの曲紹介とかチェック入りましたからね。赤ペン先生と。本当に申し訳ないです。だからそれで、ね、あとどういう風に回していくかっていうのはちょいちょい山ちゃんにもね教えていかないといけないですから。あらららら、どうなの、はい、山寺浩一さん、山ちゃんからの水曜、
DJ ということで、まあ、プレッシャー半端ないですよ、ね、で2時間終わりました、はい、どんな感じですか今の、あのロビンネーが、ええ、ロビンネーうまいうまい、いやいやいや引っ張ってもらってさすがアメゴ、さすがそんな喋ってないからね、さすがでございます。だからそういう意味では山ちゃん、うん、島ちゃん、たまちゃん、みんな間がつくもんね。あ、ほんとだからさんまさんまロビンの6年目の、はい、6年目だよね、今6年目になりました。常に大事にしている言葉、思い、そのままじゃない。何ですか。全てに間を気にしながら喋ってます。お後がよろしいようで、それではまた来週バイバイっつって。うっそ、ちょ待って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 、うますぎちゃってびっくりして。いやいやいや、よかったら僕の弟子になります。すいません師匠、よろしくお願いします。ついてきますんで。これはもう有望な前座を見つけました。いやいやいや。普段はその神出鬼没という形でいろんなところからレポートしてるわけなんですけれども、ね、だから本当に常にロビン姉さんからの強烈な無茶ぶりで、いや結構無茶ぶりします。しないですよ、してないしてない。結構胸キュンとなるんですよ。キュンってなる。そう、あ、なるほど。だからね、うわ大変、何か食べるときにね、うわ大変だこれ湯気出てるよったら、しまちゃん熱いよ熱い熱いよって言ってくるんですから。嬉しいじゃん、さすがですよ、さすがです。今だってね、あの6時のね10分を開けてね、台本がね、あの玉林さんがまだね5時台だったのね、ロビンがはい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 6時だよってやってましたからね。だからお母さんみたいになってきてるんだよ、ロビン姉さんがロビン母さんになってきてるね。私がお母さんになっちゃう。だからそういう意味ではね、あの長年聞いてるベイラインリスナーの皆さんにもね、うん、あの僕の声ちょっとだけね、あの年度を明けてもですね、超えてもですね、お届けしていこうかと。いやでもちょっとね、せっかくだから島ちゃんに教わりたいこととかいっぱい。教えることなんて一つもないよ。なんでですか。何かそのじゃあロビネちょっと聞きたいこと。でもそのやっぱり普段ね、島ちゃんといったらいろんなとこにそのインタビューしたりとか、食レポがあったりとかするじゃないですか。で私もそのなんていうのかな、あのレポートしたことベイ FM で3か4回くらいあるんですけど、めちゃめちゃ緊張して、スタジオとやっぱ空間が違うし。だってこの後クックロビあるんでしょ。ありますあります。もうだってよ、だってそばとか食べさせたらってもう、たまちゃん、たまちゃんすごいっしょ。所作あれは、食レポじゃないですもん、レポートじゃないですもん、だからレポートって、食レポってどうやったの。わかんないっすよ僕らって。いや絶対もうありますよね。いや絶対もうなんかノウハウとかさ、こう、ね、自分の中で決めたルールとかなんかありそうじゃないですか。いやだってこれね、それこそほらね、なんとかの玉手箱やとか宝箱やとか、ああいうことは思ってないですし、宝石箱や、そうそう、そういうのもないですし、何もできないです。気にしてることとか、気にかけてる、こうしようとか、だいたいね、どれだけ美味しいかっていうことっていうのをネット上にね、写真で撮らなきゃいけないじゃないですか、自転撮るじゃないですか。確かに何度も何度もいろんなものを作ってもらうわけにいかないので、だから15分ぐらい前に出来上がったもの写真撮るじゃないですか、ね、開けて6時開けたらもう冷めて、いや冷めてる、そんな企業秘密だよ、俺の宝物だよ。俺腹減ってんのよ、それが本当の俺の宝物やん。あのだから、ね、ちょっと噛んじゃった。島ちゃん、ね、大事なところで噛まない。さっき玉平さんも大事なところで噛んでた。うまいんすよね、持ってきて。いやだから本当に熱いものはもう本当熱々で食べてるからね。だっていつももう大体8割こう熱いものというか、熱々って言って食べてるから、猫舌とかではない。猫舌、あら、もう大変かわいい。だから今までで、ね、42回ぐらい皮むけてるよ。口の中、そう、そうとしてたけど熱いわ。それが大体ロビンの振りでね。あ、うん、やっぱね、ちょっと熱いって言われるとちょっと言ってほしいじゃないですか。怖くもやね。いや怖くもじゃない。あ、ちょっとたまになんか悪魔入るよ。入ってないよ、入ってない。悪ロビン、悪ロビンが、ね、悪ロビンだからな。悪ロビン、ね、やめてくださいよ。でもね、うん、逆にこう玉平さんにアドバイスみたいな、はい、ないですか、島ちゃんから。いやだからやっぱり千葉で愛される、はい、だって僕だってね、これ26年目やらせてもらってるっていうのは、はい、これだからある意味生き残るあの術を考えてるんで毎日、うん、そう、まだそう、弱肉強食の世界ですから、ね、はいはいはい、だからどれだけ愛されるかね、この年になってもね、ツイッターね、ざわつくよ。あれね、ロビンね、本当に何かあったんですか。しまちゃんが登場するとそのハッシュタグベイラインもね、めちゃめちゃこう盛り上がりますし、しまちゃんが来てくれたって言ってすごいみんな喜んでツイートとか見ると、だからツイッターでもうベイラインの、ところ見るともう今みんなユッキョユッキョ、そうそう、大騒ぎになってますから、まあ、大騒ぎってほどではないんだけど、そうだね。ちょっとだけね、ちょっとだけね、ロビンよりはね、ご当地キャラ的な、ね、か愛され方、外に出るようになってロビンがユッキョって呼んでくれて本当に息吹き返した。本当ですか、うん、息伸びた5年。
一言でごめん。そう本当ですか、あのいつも声が震えてるユッキオで大丈夫ですか。え、なんで震えるのかな。わかんない、本当にアレルギーなんだと思う。俺に対してのアレルギーかい。いつもね家で練習してるんですよ一人で、ユッキオユキオってあのやってるんですけど、うまくならないの。じゃあもしロビンがこれでね、はい、もしあの結婚して子供生まれたら、ユキオってつけなさい。絶対やだやだよ。あぐれる名前で呼べるようになれるから。子供ね、絶対やだ。そうだからね、本当にそのコロナの関係でね、はいはいはい、ちょっとだから、うん、もうスタジオでねこうやってお邪魔しちゃってますけども、はい、ね本当に申し訳ないですね。いや全然全然全然なので、だから来週から来ないようにしますね。そうですね、新鮮、いつもねあの声だけだから、はい、そう玉井さん今日がね初めて、うん、初めてだけど、だからほらやっぱりその落語の世界もその日本、うん、ねあのならではのその伝統的な芸能じゃないですか、うんうんはい、ね、あの歌舞伎もそうだし、はいはいはい、で千葉がルーツだったり、うん、千葉にある伝統工芸とか、うんうんねまあいいね、手拭いとかね、はい、そういったものも含めて、はいはいはい、だからそういうものをちょっと探って、はい、行きたいなと。聞きたい聞きたい、これから2020年の、うん、あそれいいですね、うん、そうそう、なんかそういうこともね考えてるんでね、はいはいはい、だから千葉って言ったら誰に一瞬思いつく。僕千葉と言ったら僕ね立山なんですよね。立山、立山、あの、うん、おばっていうか、はいはい、母親の姉が立山に住んでる、ええ、あらららら、だから僕毎年ほぼ行くような感じで。あ本当に、これ立山若潮マラソンの大会 MC だからね。すごいつながる、すごいな、さすがや、何言ってもなんか出てくる。心は常に八幡町、立山の二人ならもううわーってなって、もう立山も阿鼻叫喚よ、本当に大喝采よ、もうすごいな、決まったーってなってるよ、レパートリーが多いから、すごい引き出し多いですね。なのでね、だからそういうところでね、はい、いろいろとやっぱりねつながっていきたいなと思います、はい、これから、だから僕も勉強していきたいと思います。くれぐれもお父さんによろしくお伝えください。そっちかよ。最後にね、千葉を盛り上げようじゃありませんか、はい、この3人で。ロビンがさっき言ってた、はいはい、こっちに来た時が、あのだ、ラブマシーンが流行ってた。あ、そう、2000年、はい、そのラブマシーンアレンジしたのが僕も一緒にバンド組んでいた時の今のダンスマンですからね。はあ、そうか、ね、あとキテレス大学科は見てた。あの豚ゴリラとか出てる、オリオリ行進曲、はい、あれ、はい、ドラム叩いてるのは俺だからね、さあということで皆さん来週またよろしくお願いします。もう待ってみんな元気が締まる。頑張りましょう。ということで島ちゃんありがとうございました。はい、送り出しです。来週からもよろしくお願いします。いやすごいな、すごい、なんかいろんなところでつながってますね。僕でちょっと一瞬黙ってて二人の様子見てたじゃないですか、うん、はい、もう仲のいい親子みたいな。もう本当、ね、こういうお父さんいたら楽しいだろうなと思って、島ちゃんにいつも助けられてますから、はい、いや島ちゃん本当にありがとうございました。ありがとうございました、ということでこの後はですね初めてやりますね、若輩者の人生相談ということで、二人に相談してみたいことを大募集です。はい、でまたプレゼントもあります、うん、林家玉平のオリジナル手ぬぐいを3名様に。メールはベイラインアットマーク、あ、すみません間違えました、メールは BAYLINE ベイラインアットベイ FM.co.jp です。はい、ということで、千葉といえば玉平さん、このバンドの出身地でも、はい、これもイントロでわかりますよ、これもうねピンとくる方もあーってなってると思いますが、はい、ここでお送りしたいなと思います。玉平さんも大好きと言ってました。はい、 XJAPAN ラスティーネイル。ここでお知らせです。NHK と民放ラジオ101局がタッグを組んで SNS のハッシュタグを使いラジオ全体を盛り上げるキャンペーン、ハッシュタグ今聞いてほしいラジオを開催中です。今学校がお休みで自宅で過ごしている中学生高校生の皆さん、昼間の空いている時間にラジオを聞いてみませんか。ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内であれば、お住まいの地域で放送している番組をいつでも聞くことができますので、深夜に放送している番組も昼間の時間にお楽しみいただけます。ハッシュタグ今聞いてほしいラジオを検索すると全国のリスナーの皆様がおすすめする番組がたくさんつぶやかれています。ぜひ皆さんお気に入りの番組を見つけてみてください。詳しくはベイ FM のホームページからキャンペーン特設サイトにアクセスしてみてくださいね。The Bayline Bay FM 78 The Bayline with Shaw Call Robin Okada and Tamahei Hayashiya。 岡田ロビン翔子と林家玉平の The Bayline。 さあ
この時間は若輩者のお悩み相談ということで、27歳の私と25歳の玉平さん、若輩者のコンビが皆さんのお悩みにお答えできるのかというね、新コーナーになるほどなっております。なんかこういうのラジオでやるの私初めてだから緊張するな。もう完全トーク番組ですよ。大丈夫かな。これ大好き。あ、本当ですか。お悩み相談ちょっとじゃあ早速ね、行ってみましょう。ハモったなんだハモった。今日のじゃあお悩みいいですか。もちろんです。ラジオネーム浜ちゃんからいただきました。ロビンちゃんと玉平さんにお悩み相談ですが、自分は明日4月2日で50歳という未知の世界に突入しますが、精神年齢は未だに10代の頃と変わりなく、5人家族の大黒柱としていい加減しっかりしなくてはと思いながらなかなか大人になりきれません。そこで魅力ある大人になるにはどうすればいいのか、ぜひ下から目線でアドバイスをお願いします。ということで。ねえ、魅力ある大人、私にとってこう大人ってなんだろうってちょっと考えた時期がありまして、深いな大人って、まあ、みんながね、だって正直言えばこのね浜ちゃんさんも精神年齢が未だに10代の頃変わりなくとこう言ってるんですけど、僕もね変わってるんですよ。変わってますよ。いや私ね18ぐらい止まったなって感覚あるんですよ。ですよね。高校卒業したあたりの自分の考え方そんな変わってない。ああ、でそれも僕思ってて、で僕は結構そういったメンタリストのこの本を読むとかそういう 医学的な本を読むの好きで。そうなんですか。人間って25歳までに人格形成はされるんです。じゃあもう私変われないの。でもう変われないです。すごい、もう辛い現実叩きつけるけども変わらないです。急にすごい事実を叩きつけられる。まあけどそれはあくまでも人格形成、人格のなので性格だとか、自分で気をつけて変えようってすることは変えられるそうなんですよ。なるほどね。でそこでもってじゃあ大人ってなんだろうって考えた時に、僕ね大人って余裕のある人だって思うんですよ。だから変に行き急いじゃったり、こうなんでしょう、ちょっとこう焦って何か行動する、それがね僕と大人じゃないなって。僕自分が焦ってすぐ行動するタイプの人間で、もうすぐ何かしたい、ただ腹減ったご飯食べに行くとか、思ったらすぐ行動みたいな、ね、思ったらすぐ行くとか、みんなでこう居酒屋さんとかで同級生とかで楽しく飲んでても、なんかちょっとラーメン食べたいなと思ったら、もうラーメン行こうよとか言っちゃうんですけど、そういったことをねなんか我慢する人間、みんなと協調性を持つとかそういうのもなんか大人かなって。だからいい意味で余裕のある人、確かに。なんか思うのが、知識を押し付けない方って大人だなって思いません？まあそう、なるほどね。なんかこう引き出しが多いとか、いろんな知識持ってるってすごい魅力的じゃないですか。はいはい、でそれをこう聞いてって喋るよりは、なんかふとそういう話題になった時に、ああ、あれってこうですよねって、その、かっこいいね、さらっと言う人って私かっこいいなと思って、すごいこう、あ、魅力的だなって思う方いますね、周りにも。あ、すごいな、みたいな。まあ確かに。あ、それね、すごくいいと思う。そう。押し付けないもん。かっこいいですよね。しかもそれさらっ。そう。ね、しかもイケメンが言うとなおいいですよ。そうだね。うん、顔が良ければ。違うわ。違うでしょ。米印、ただしイケメンに限るって。よくありますね。そうか。まあけど、さらっていうこともね、すごく大事だと思う。で、僕ね、この人大人だなと思ったのがね、地元の赤じょうちん、僕は地元の赤じょうちんの店でよく一人でお酒飲むの好きなんですけど、まあ、そこでちょっとすごく大人だなと思った方に、なんか大人の魅力って何ですか、それは僕その人男性の方だったんで、大人の男ってどうすればなれますかねって聞いたんですか、言われたんです。言ったんです。言ったら、その男性が、いや男の顔は履歴書だから、だからそんな自分で大人になろうとか余裕持とうとかそう思ったことじゃなくて、目の前のことをコツコツやれば自然と顔に現れるから、大人の表情、ね、大人の余裕が、だから別に変に急ぐ必要もないし、意識して大人になろうなろうなろうって思う必要もない、ただやっぱり今このね浜ちゃんさんもね5人家族のね大黒柱ですから、まあやっぱ奥さんと子供の世話、面倒見るとか、なんかいろいろ遊びに行ったりとか、奥さんができないから買い物行くとか、まあそういったなんか、ちょっとしたね、一つ、なんか一つ、行動を起こせば、
いつもと違うことを一つ行動を起こせば、それをねメモに書くといいですよ。僕なんかメモする派ですか。メモします、メモします、まあ、携帯 iPhone のどういう風にメモ機能だ。今日なんかいつもと違うこと、朝起きた時に自分でその一日しようってこと決めてるんですよ。はい、私もやってますそれ。あの箇条書きみたいな感じで、あ、そうそうそう、大体何でも何でもいい、20個ぐらい書きます。うわ変なとこで気が嬉しくないな、嬉しくないな。でもその私、あ、もうちょっと時間あります。なんか小さい目標を立ててクリアするとすごいなんかこう気持ちいいっていうか、なんか大きい、うん、今日は絶対これやるって言ってできなかった時のなんかうわーって思うことはあるじゃないですか。ちっちゃいこといっぱいやって、それをどんどんミッションクリアしていくみたいなことをやると、なんかすごいこう気持ちいいっていうか。あ、確かにね。そう、まあ、それが大人なのかわかんない。このお悩みに解決できるのかわかんない。いやでもそう、夢を叶えるにはまず目の前の目標からクリアしないと夢には届かないんで。でなんかすごい熱く語っちゃって私たち大丈夫ですか？なんかすごい恥ずかしくなっちゃう。いやでもこれはあのね、僕らももう全然若輩者なんで、その。まあね、子供がいるわけでもないし奥さんがいるわけでもないんで、確かにちょっと、ね、ちょっと大きいこと言えない、大きいことは言えないんですが、まあちょっとね、何でしょう、奥さんを喜ばしたり子供を喜ばしたりね、うんうん、そういった些細な目標を、ちっちゃな人、ちっちゃなことでもいいんですよ、うんうん、何か一つ目標を見つけて、それで何か行動を起こす、行動を起こせない人が多いので、確かに口だけじゃなくて、はい、ちゃんと行動するっていうのは魅力的な大人なのかもしれない。そうですよね、何でもいいんですよ、ゴミ出し出すでも何でもいいですよ。わあ、なんか耳が痛いな、なんかね、人に本当言えない、自分が行動しなきゃって思いますね。どう、俺も部屋の片付けとこの台本の散らかりをちょっとね、はい、人に言えない、スタジオをきれいにしていただけるとすごく嬉しいなって思いますね。頑張って大人になりたいと思います。ね、頑張りましょうね、はい、そう、そんな感じかな。大丈夫ですか、ちょっとこのコーナーね、あの初めてやるんで、ちょっとよく、あ、私たちも壊れていいのかなっていうのが、あとでツイッターね、ちょっと。あとでツイッターでね。お前ら何言ってんだよとか言われてそうだけど。もう炎上してたら面白いっすよね。いや、一応。若輩者が。何言っとんじゃん。若輩者のくせに、大きな口だけは叩くんだなとか言われてるかもしんないよ、お前もね。でも、まあ、皆さん、ぜひ、お悩みがあったら、ちょっとメモに残してね、このベイ FM、ベイラインの方にメッセージも送っていただけると嬉しいなと。思います。はい、はい、はい、ですか、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 ベイラインアットマークベイ FM.co.jp です。たくさんのメールお待ちしております。 The Bayline with Shoko Robin Okada and Tamahe Hayashiya。 さあ皆さん、お手を拝借。パンパンガパン、あ、それだ、誰が殺した、岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしているザ・ベイライン。さあ、ここからは4月を超えた各週の企画、クックロビンでございます。ちょうど夕食時ということで、私岡田ロビン翔子が簡単に作れて美味しいピンを紹介していきたいなと思います。玉井さん、初めてですね、クックロビン。なんかいいようで楽しみなのか怖いなのか、ちょっとよく分かんない気持ちになってますけど、ね、大丈夫ですか、人のご飯食べれないっていうのは。いや、それはないです、ないです。大丈夫ですか、ね、そういう方ももちろん愛情がこもってれば食べられるんで。愛情は込めました。あ、楽しみです。今日は何にしようかな、はい、と思ったんですが、はい、今日ご紹介するのはこちらです。我が家のよだれ鶏。よだれ鶏です。食べたことはありますか？ありますよ。ありますか？あのよだれ鶏って、なんでよだれ鶏っていうと、あれ、うまいからよだれが出ちゃうほど美味しいからよだれ鶏って言うんですよ。俺そのままなんですよ。俺知らなかったの。そうなんだ。この間調べて、なんでよだれ鶏、よだれ、俺とは大好物ですよ。中華料理ってのは必ず頼むことなんで。マジですか？いや、なんか玉平さん、その筋肉の鍛えてるし、今スーパーでやっぱちょっとね。でもこれ結構、マジで作ったんですか？マジで作りましたよ。すごいね。本当ですか？今ちょっとスタッフさんが持ってきてくれ。いいですか、食べて。あ、ぜひぜひ。大丈夫かな、お口に合うか分かんないんですけど。あ、左利きなんだ。はい。知らなかった。あ、いただきます。よかったら召し上がってください。写真撮って。うん！食べれます。めちゃくちゃうまいじゃないですか。本当に？茹で加減も完璧、鶏の。本当？それと、硬くなってないかな。俺一番いいのが、はい、これ、うん、ネギが2種類乗ってるんですよ。うん、で、これ多分タレにつけたネギと、普通の青ネギ。で、このタレにつけたやつの上にちょっとごまを乗せて風味を良くした。そうそうそう。で、これもう完璧の中華料理にも取り込んだやつ。あれ？食べれます？
ます？これおじさんキラーだからおじさん食ったら喜ぶでしょ。シマちゃんなんかも本当よだれたらしながら喜んでると思う。食べてくれるかなシマちゃん。えこれ美味しいっすね。よかった。え料理します？玉平さん。いや全然しないですよ。でも多分料理しない玉平さんも。めちゃくちゃ簡単にこれ作れるんですよ。うそ手間こんかかってるよこれ。これ手間かかってる風のマジでかかってないやつなんですよ。こんな？そう。えこれ簡単に。だって今さ、もう死ぬほど愛情込めましたって今言ったのに。いやでもほら。全然簡単にできるんですよ。簡単でも愛情は込めれますから。あそうだそうですね。そう簡単にレシピ言ってもいいですか？はい、これまあ、鶏もも肉をポイントは常温に戻すんですよ。冷蔵庫から出してちょっと置いておくと常温に戻るので、はいはい、でお湯まあ、水をねこうねなんていうんですか火にかけて、ええ、ブク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 湯煎してはい湯煎というかもう熱湯したら火を止めてから鶏を入れるんですよ、うん、そのやっぱこう柔らかくするために火を消してからなるほどねでその時にネギの青いところと生姜をちょっと入れておくといい感じになるのでそうそうそうで30分放置しとくんですよ放置そうもう火消して放置だからその間に違う、はい料理を作ってもいいし、うん、別にちょっとキッチンをねキッチンとかリビングきれいにしててもいいし、うん、その30分を有意義に使って、はい、もうそしたら最後冷水にこう浸してちょっとピッとこう身を引き締めたら、うん、切って手作りのタレをかけたら完成。いやでもタレ大変いやもうタレめっちゃ簡単です。嘘だ。はいどうぞロビンさん。お醤油大さじ1、はい、お酢大さじ1、はい、ごま油大さじ1以上です。でそこにそこにネギポイントは私このソースが食べたいだけにこの料理作るんですけどネギを10センチぐらい白いところを粗いみじん切りにして食べるソースみたいな感じで作るんですよ。これだってすごいわよく中華料理屋行ってさ、うん、熟年のこの中華料理のマスターがフライパンにこう雑巾の熱いからもうねこうやってこうジャーってやってるような味ですよ。本当、はいはい手間かかってんなと思いましたもん。この本当1対1っていうこの簡単黄金比率。そう、私このタレが本当好きすぎて、はい、ちょっとお酢が入ることによってさっぱりするし、ごま油で。お酢も好きだから完璧。お酒にも合いますし、本当逆にこれご飯の上に乗っけても美味しく食べられると思うんですよ。そう。あとポイントはその鶏肉を茹でたお水あるじゃないですか。はい、でそこにもう鶏ガラが出てるので。そこにお醤油ちょろっと垂らしてマジが足りなければ鶏ガラちょろっと入れて溶き卵とかしたらスープもできるからもう一食分の夕飯ができちゃうんですよ。この鶏肉茹でるだけで。やっぱロビン母さんだわ。生活の知恵半端ね。これね週に 2,3 回作る。だって超簡単。しかも鶏もも肉1枚200円台で結構売ってるから安い時に買って冷凍しておくのもありだし、ね、筋肉にもいいし。そうっすよね。タンパク質トレーニング中だったらこんなのも最高のご褒美ですよ。そうあよかった、気に入ってもらいました。だから毎週作ってきてね。このコーナー各週か。各週。あ残念。ただ作りたいなと思って今持ってくれたらザ・ベイライン公式ツイッターの方に詳しいねレシピと写真が上がってますので、上がったかな？ね、不器用な俺でもそれを見たらレシピを見たら作れる。作れます。あとはかけるのはこの愛情だけかければ。そう愛情がね込めれば美味しくできるので、皆さんよかったらザ・ベイラインの公式ツイッター、今日初めて聞く方もザ・ベイラインとチェックしてよかったらリツイートをしていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じですかね。ちょっといいですか、もう真剣食べたいんだけど喋らないよ今日ね。そうずっとお腹すいたって言ってて食べるの我慢してくれたからあよかったと思ってお肉にして、食べてくれてる、ありがとうございます。皆さんねクックロビン楽しみにしていただけたらなと思います。ということで以上クックロビンのコーナーでした。食べてる。それでは今日のラストナンバー、先日ですね月曜日に無観客ではあったんですが東京ドーム市でラストライブを開催した拳ファクトリーのナンバーをお届けしたいなと思います。私の後輩でもありもう大好きなグループなんですけどお送りするのは当日ライブでも披露してくれた一曲です。もう本当に解散はしてしまったんですけど拳ファクトリーのみんなにとってもこの4月に新生活を迎える皆さんにとっても、うん、素晴らしい一歩になるように思いを込めてお届けしたいなと思います、うん、大好きな一曲です。拳ファクトリー、うん、スタートライン。
Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved. 岡田ロビン翔子と林家玉平でお送りしてきたザ・ベイライン、エンディングのお時間となりました。はい、ではまあ今日のプレゼント、ね、私の手ぬぐい3名様は発送をもって発表と変えさせていただきます。はい、終わっちゃいますね。終わっちゃいますね。早いですね。あ、若輩者、若輩者ね、来てました。僕ね、まず言われたのがね、はい、どうも25歳の発言には見えない、ね、確かに、まあ、僕は俺よくお酒飲む人とか、はいはいはい、会話する人、なんかネタ探しで一緒に会話するためにいる人が、うんうん、もう40歳とか41歳とかで、うんうん、もうその人たちも壮絶な人生を送ってる方々と、いろんな経験をしてね、そうだから、そう、大人っていろんな形があるんだなと思って、うんうん、こういった、ね、僕もちょっとずつこういった発言が25歳には見えないかもしれませんが、見えませんやっぱり言うな見えません、見えないですか、うん、でもね、なんか下から目線でこれからね、はい、頑張っていきましょうね。頑張っていきましょ もうマリニンモロいい曲だなそこに反応したということで、明日の木曜ベイラインは伊豆野亮さんと鈴木明恵さんでお送りします。お楽しみに。そしてベイ FM、 この後7時からはインターエクスプレス、 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。はい、玉平さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。門脇と申します。はじめまして、玉平と申します。 あれなの、ロビンちゃんのが年上なの。そうなんですか、門脇さん。私お姉さんなんです。ロビンちゃん一気に中堅になったねそうなんですよ。すげえ門脇さん、すげえすげえ。ちなみにあのロビンちゃんのあのクックしたお料理のお味は玉平さんいかがでしたか。いや、もう本当に愛情がこもってて美味しかった、ね、美味しいでしょ。全部食べてくれたんですよ。全部食べちゃって、だから全然途中で割って会話とか全然できなかったですねもうその席に座ってれば毎回食べれるんだよ。うわー、僕の胃袋掴んでくれる人身につけた怖い。これさ、ロビンちゃん、はい、上に乗ってる茶色いの何。茶色いのは、うん、あの醤油とお酢とごま油とあのネギをあの粗くみじん切りにしたソースなんですけど。自分で作ったのこれも。そうなんです、私が大好きなソースで、これよくお豆腐の上とかにも乗せるんですけど。美味しいねこれ。よかった、美味しいですよ ね。今食べてんの。あ、今食べてるんですか。門脇さんもね、食べてくれる。美味しいでしょ。歯の間にごまが挟まって、もタレがうまい。タレがタレがね、ネギのタレがね、嬉しい。じゃあこういう美味しいのを毎回毎回味わいながら楽しい水曜日の放送、今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします、はい、それにしてもじじくさいね、はい、さあ俺がこの後のエイジエクスプレス、この一冊を読めということで、皆さんにとっての愛読書語っていただいております。まあ、こんな時だからこそ読書ってとってもいい時間になるんじゃないでしょうか。皆さんがぜひおすすめしたい愛読書、ぜひこの後も語ってください。待ってます。よろしくお願いします。来週もジジくさい投稿お願いします言われてる。ありがとうございます。あの結構ぐさっとあれなんかいや嘘、ジジくさい。え、じゃあ あれ若者っぽく喋ればいいの。いや、もうそのありのままで。ですよね、ありのままで。これが素なんですよね。そうですよね。これがほら大人の余裕いや、もう顔がムカつくっていううわー、そっか。今ね、門脇さん言ってましたけど、本も読んだりします。僕は重松清さんとか大好きですね。あ、そうなんだ。 あと僕はもうあのハードボイルド系の小説とかすごい好きなので、もう何でも何でも。まあ本ってもね、でも今電子書籍とかで読んじゃうんですけど、やっぱ移動中とか読むと面白いです。あ、そうなんだ。語彙力も増えますしね。確かにそれ大事ですね、言葉の引き出しを増やすっていうのは、うん、それが一番いいと思う。ハードボイルなんかもなかなかいいですよ。だからね、あの美人の人を、うん、あ、違うわ、美人じゃない人、はいはい、美人じゃない人をハードボイルド風に表現すると、うん、神父がスタンドグラスを割ってどっか逃げてしまうぐらいの美人じゃないとか、そういう表現する、すげえ遠回しとか面白い変な表現するんですよね。あ、そうなんだ。なんかちょっと私も読んでみよう。ぜひぜひ読んでください、ね、レイモンド・チャンドラーとか読んでみるといいですよ。 そうなん、ありがとうございます。今日はね、本当教えて玉平さんということで、いろんなね、本当いろんなことをあの今の会話もじじくさかったんだけどね今ね、うん、じじくさいなと門脇さんも多分突っ込んでるだろうなと思いながら喋ってたんですけどどうですか、改めて水曜日ライン、やってみて。いや、でもやっぱガチガチでした。やっぱね、でも大事なところでちょっと噛んでしまったのがこの3時間で、本当に森口博子様大変に失礼をいたしました。今も言ってる、まだずっと言ってる、もう30回ぐらい言ってるから、もう直談判謝りに行きますんで焼いたいだけっていう、バレちゃった、今までもしょうがないです。失礼しました。でもね、
これから盛り上げていきたいと思いますので、ツイッターとかでもあのハッシュタグベイラインつけて、玉井さん面白いとかたくさんつぶやかれてましたよ。本当に、うん、そう放送中怖くて読めないそうそうそう怖いんだよな怖いんだよなって言ってますけどね。嬉しいね、けどね、ロビン姉さんが、ね、はい、2人で、まあ、二人三脚じゃないですけど、うん、2人でね手を取り合って一緒に楽しいラジオ、そうですね、作っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでお送りしてきたザ・ベイライン、お相手は岡田ロビン翔子と林家玉平でした。どうもありがとう。バイバイ。